ベルベットトーンレコードのレーベル。1928年頃のルディバリーの曲を収めたもの。ベルベットトーンレコードは、かつて1925年から1932年まで存在したアメリカ合衆国のレコードレーベル。コロンビアレコードによって制作され、コロンビア参加だった他の2つの低価格、レーベル、ハーモニーレコードとディーバレコード、また、ディーバの廃止後は、 クラディオンレコードなどと同じような音源を扱っていた。ほとんどの音源は1929年に至るまで当時すでに時代遅れになっていたアコースティック録音によるものであったが音質は当時の水準としては平均的なものであった。音盤はコロンビアの特許だったラミネート加工を施されたシェラック版で芸術的なほどの品質であった。使用回数の浅い版であれば より高価だった、当時のビクターやブランズウィックレコードなどのラミネート加工のない、シェラック版に比べても、はるかに雑音も音の歪みも少なかった。ありがとうございます。